土佐鶴ネオンサイン土佐鶴酒造株式会社は、高知県八木郡や須田町に本社を置く、日本市メーカーである。1773年、土佐の材木商、広松家によって創業される。1845年酒造専業となる。土佐鶴の酒名は、土佐日記の木面行の和歌、見渡せば、松の売れごと住む鶴は、千代の、土地とぞ思うべらなるから取ったものである。ヨーロッパでは、 フランスの代表的高級グルメショップ、ホーションで1970年代から取り扱われており、現地の和食レストランでは、主に、土さつを取り扱う店も多数存在している。長年にわたり、土さつを主力商品とし、現在は、新創水を利用したゆずりキュールの、土さのゆず中や、本格上中、龍馬の海援体なども製造販売している。また、地元のテレビ局、 高知放送における土曜十字枠の時代劇枠時代からの古参スポンサーとしても知られる。平成14酒造年29酒造年古くから広告宣伝費を惜しまないことで知られる企業であり、1980年代頃からは坂本龍馬の生きた時代をテーマにしたシリーズ CM を展開した。2014年に入るとサラリーマンが出演するという現代風の CM も制作。 かつてはゴールデン枠のローカルセールス枠で筆頭スポンサーになるケースが多かったが2009年3月いっぱいで該当枠は消滅した。かつての提供読みの際のキャッチフレーズは日本の酒を代表する酒王とサズルだったが現在では使われていない。ただし現在も高知県内の各放送局では1日中とサズルの CM がよく放送されている。 特に、高知放送では、日中や深夜になると、土砂るとハウス食品のコマーシャルが交互に流れている。テレビ高知の場合は、徳島製粉や工場のコマーシャルと流れる。ありがとうございます。